ホーリネス和教分離は、日本ホーリネス協会の内紛の結果、生じた争いに対して、和教委員の仲介によって成立した日本ホーリネス協会の正式な分離。和教分離は交渉の段階で検事などの法律家を交えたゆえに使用した法律用語である。中田茂春監督1933年9月22日に、日本ホーリネス教会教会監督、 中田茂春から、再臨とユダヤ人問題についての新指針と、聖書学院のご教授に、その方針に従って抗議するように書簡が送られた。この問題の是非を問うために、臨時総会が召集された。中田は最初召集を認めたが、後に承認を取り消し、臨時総会を非合法とみなした。 中田と対立した監督委員1933年10月25日の臨時総会で日本ホーリネス協会の中田監督の会職案が新都大議員によって上提されてほぼ全会一致で可決された。しかし中田を支持する者も半数近くいた上中田監督は臨時総会を監督の承認を経ない非合法なものとみなしたのでここから 分裂事件が始まった。後に、中田側は、全国協約社会を招集して逆にご教授を解任し、中田監督は、臨時総会を非合法として、臨時総会の決定を取り消すように、民事訴訟を起こした。両者の対立を象徴する出来事として、日本ホーリネス協会の神田ホーリネス協会の所属をめぐった争いがある。 この事件は新聞にも取り上げられ、キリスト教会以外にも、話題を呼んだ。和解に尽力した響き、晋助分裂受験勃発後まもなく、中田の依頼を受けた響き晋助マスドミマサスケ、加藤サブロの3名は、委員たちの自宅を何度か訪問し、和解の説得を行った。ますます富は下村宗教局長と知り合いであったので、案を練って、日本ホーリネス教団と、 東洋宣教会の財団を分割する調停案を作り、ほぼ双方の同意を得るところまでこぎつけた。しかし、東洋宣教会本部のレテーカウマンとアーネスト、キルボルーンが来日した際、聖書学院は本来東洋宣教会に属するものであったため、ますます富の案は保留された。自由メソジスト教会の土山哲司と、日本ナザレン教会の木、 田川博氏が調停をしようとしたり、満州の福院氏と新都一行が何日も泊まり込んで祈祷を持って解決しようとしたが、事件の真相を知って手を引いた。その頃、民事法廷では、判事が職権を持って調停勧告をしたが、臨時総会の前の状態に復帰するという中田の案を委員側が飲まなかったので、判事も和解勧告を打ち切った。 この事件を憂えた、渡辺善太、安倍義宗、吉崎敏夫、赤沢元蔵が、中田夫妻と、委員側と会食をしたのをはじめ、何度が会見したが、和解は成功しなかった。朝廷を発起した、田川大吉郎1936年になり、田川滝次郎がこの事件を憂えて、朝廷を発起し、響き信介、松山常次郎を委員としてに、3回会合したが、 中田が、朝廷打ち切りを申し込んだ。1936年9月頃、委員側は竹内健治から和解を勧告された。その後健治と数回越見したが、やはり臨時総会以前の形に戻して、中田を監督にするということであったので、健治からは相手にされなかった。竹内健治は、委員会側の小原十三志牧師に、双方互いに、自己地主張しないで、 現状の状態に即して、和解に同意することを言う原則の和解案を作り、調停委員の方からお願いするという形で、和解協議を進めることを提案した。これが元になり、和協の話し合いが進められることになった。中田は、安倍吉宗と、松山常次郎を仲介者に立てて、委員側は、渡辺善太と、田川滝次郎と、星島次郎を仲介者に立てた。 第一回の会合には、竹内健治も出席して、意見を述べたが、健治が入ると、弱みがあったから和解せねばならなくなったと言われるので、健治の手を離れて、和教委員によって調停が進められた。そして、1936年10月19日に、和教覚書が成立することになる。ここで正式に、中田監督派と委員側は二つに分かれることになった。 信仰上のことでどうしても妥協できないので、組織を二つの団体にするという形を取る結果になった。和京五参会が開催された鉄道ホテルの内部1936年11月28日、正午に鉄道ホテルで和京五参会が開かれた。中田側からは、中田茂春、木田文治、中山良一、安藤中氏、藤久氏、そして、 委員側からは、車田修二、小原十三氏、米田豊、市宮正吉、菅野栄が出席した。和協委員からは、星島次郎、松屋松根次郎、安倍義宗、渡辺善太が出席した。来賓には、橋本文部省総務課長、田川滝一郎、釘宮達夫、吉崎敏夫、松野菊太郎、響信介、増戸美正介、 加藤三郎、野畑新兵衛、青木雲之助、川端京五郎であった。竹内健治は、職務上招待を辞退し、土山哲次は、遠路のゆえに不参加であった。中田茂春と、院川は、久しぶりに会見することになった。両者は握手して食堂に入った、食事後別室で、星島二郎が司会して挨拶した。新太の指名のもとに、中田は挨拶し、 迷惑をかけたことを浴び、調停者の老を射し、今後伝道活動に邁進したい胸を述べた。それに対して、車大委員長もそれに応えて挨拶して、途中で病没した赤沢元蔵監督の老を感謝した。次に、松野菊太郎が指名された。松野はアブラハムが死んだ時に、 イサクとイシュマエルが共に葬式を取り行い仲直りし、イサクが死んだ時は、エサウとヤコブが共に葬式した例を引用して、中田が死ねばみんな一緒になるだろうと皮肉って語った。くぎや達夫は赤沢の代理に招かれたことを感謝した。橋本修務課長は、新太夫の関係で和教委員の会合がたびたび鉄道大臣邸で開かれたことから、 鉄道の例え話をして、将来また一つになることを希望した。松山常次郎の祈祷後に、中田の発案で手を打って賛美歌歌えど尽きせぬおもの誉れを合唱した。そして、車田が中田の前に行って、握手をした。その後、増戸美正助も立ち上がって、和凶文家だというと、拍手が起こった。現在の青山学院12月21日や青山。 学院進学部行動で和教委員の主催のもとに和教報告感謝会が開かれた。両派の代表格25名とキリスト教会の代表者と報道陣を含め約100名が集まった。和教成立に関する公式の挨拶や、両団体の成立に対する祝辞や奨励が行われた。田川滝一郎、響信介、千葉雄五郎、河合帝蔵。 増スドミ・矢吹ス太郎、日高義ウタロウ、ヒなども出席した。安倍・義宗の司会で、星島二郎、田川滝一郎、河合・定蔵が話した後に、1902年に、安倍は中田が、聖書学校の福音音楽隊を連れてきた時に、入信した思い出と、和教の圧線に乗り出した天末を話した。そして、車田修司が挨拶をして、 事情を説明した。中田も続いて、相撲の例えを用いて挨拶した。今回の分離は、メソジストの分派の歴史の一つであると言った。渡辺善太が最後の挨拶を述べた。自由主義進学に立った合同は、不可で、プリンストン神学校から分かれた、グレシャム・メイチェンのような、信仰のための分離は、やむを得ないとした。そして、今回の分離は、財産や、 権力闘争ではなく、信仰の問題であることを確認した。千葉雄五郎の祈祷を持って終わり、別室でデザートコースが開かれ、松山つね郎が司会をし、三谷種吉、野辺次天馬、星島次郎、日高義一、酒井助作のテーブルスピーチがあり、矢吹大佐の祝祷で閉会した。ここで、中田派と院派はそれぞれ別の教団になることになった。 委員側は11月3、4日に臨時総会を開いて43名の大議員に和教分離が報告され、日本政教会の名称が選ばれていた。中田側は総会を開かずに、中田の意向を受けた会議で、清め教会と名乗ることが決定された。12月1日より3日まで、大島観光ホテルで新団体特別、祈り会が開けれ、 1936年12月25日のクリスマスを期して、清め教会と日本政教会が発足した。そこで、マナーには、聖句の解釈につき多少の意見もあるでしょうが、全軍の統一上昇政の方針及び初心に合致し、それを、個人、教室及び教会においてお述べくださり、省生を補佐していただきたいのであります。中村里氏。 129ページ、中村里氏129ページ、米田勇、中田茂春殿503ページ、キリスト聖教団とする案もあったが、すでに、日本聖教会の名称が決まっており、紛らわしいので清め教会にした。双方とも、ホーリネスに執着があったが、和教覚書によって、ホーリネスは用いず、ホーリネスの日本語風の、聖、 清めを両者が用いることになった。ありがとうございます。